リンゴルフをご視聴の皆様、こんにちは。 J-COP グラビアアイドルの白川愛理です。よろしくお願いします。はい、お願いします。カメラマンの山ちゃんです。お願いします。今回は、グラビアアイドルでゴルフ女子の白川愛理ちゃんにご出演いただきました。会場は千葉県の木更津市にありますアクアラインゴルフクラブにやってきてます。はい、はい。でこの企画なんですけど、去年やってて、久しぶり、あったかくなったんで、もともと秋ぐらいにさ連絡してて、すぐ寒くなっちゃって、あったかくなったらやろうかみたいな、ね、感じでしたね。はい、はい、で形でインスタで活躍されてるゴルフ女子の皆様にちょっとお声かけしていただいて、でゴルフのプレーとかトークを視聴者の皆さんに楽しんで見ていただけたらなっていう企画で、金土日の3日間3本立てでお送りしたいと思いますんで、ぜひ、いいねとかコメントとかお願いします。お願いします。はい、早速企画の説明をしたいと思うんですけど、はい、見ました？あ、見ました、もちろん。なんか今朝見ました。あ、今朝じゃあ視聴者の皆さんにちょっと改めましてって感じなんですけど、はい、ミッションゲームっていうのを用意してまして、全部で25個あるんですけど、15個クリアしますと、60ポイント以上にクリアしますと、あー、そうです、アマゾンギフト、それも知ってんだもんね。はい、見ました。絶対欲しい、はい、絶対欲しい、絶対欲しい、絶対欲しい。あ、じゃあちょっと戦略的に、はい、でもう埋まってるやつあるんで。どういうこと？もう埋まってるんですよ、実は。始まる前からスマイルとかないよ。え、何どうで、カラーボール仕様。まだ使用してないし。いや、でも私今日持ってきてるのカラーボールなんで。なるほどね。はい、あ、オッケーです、オッケーです。いけそう。さすがです。ゴルフの平均スコアって大体どのぐらいなんですか？100ぐらいです。なるほど。はい、いやでも優しいところが、なんか下手くそ用のマスがあるんでいけると思います。イケポチャとかバンカーとかあるから、はい、入れるんだ。わかりました。じゃあちょっとその辺も楽しみながら、はい、あとは愛理ちゃんの、お仕事の話とか聞かさせてもらいながらやっていきたいと思いますんで、はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ行きたいと思います。はい、じゃあ早速、はい、インコース10番の、あ、ロングからですね、パー5。あ、本当だ。481ヤード。はい、お願いします。はい、お願いします。いや、一発目緊張する。本当ですか？結構こなれてる感じしましたけどね、オープニング。いや、結構1ヶ月ぶりなんですよ、本当に。あ、ゴルフかね。はい。すげえ、よどみのないスイング。おー、いいかも。ちょっと待って、いいかもしれない。持ってる、戻ってきた。あれ、なんで、もう木に当たった。いや、当たってた、違う、カートに当たって。カート？か、そう、カートロードに当たって戻ってきました。なるほど。で、しかもカートロードコロコロがあるんですよ。あー、距離稼げてそうですね、あのゲームが。あー、あのレア、あ、そう、狙ってできるわけじゃないレアがあって。やった、もう早速2つ開けましたよ。カラーボール、うん、しようと、とりあえずカート道コロコロですね。はい、行きます。え、緊張したんですか？いや、してないですよ。いいっすね。まあそうだよね、取られるお仕事だもんね。いや、でもその練習できたからっていうのはあります。その、はいはいはい、さっき、はいはいはい、この前にちゃんとしっかりね、そう、本当1ヶ月ぶりなんで、ね、それは良かった。ちゃんと打ってたのが、はい、あった、あった、あ、そう、本当カートにね、カーンって当たって。本当ですね、確かに、はい、5番ウッド。はい、うわ、大丈夫かな、ここウッドでいけるか、うん、これぐらい。ちょっとあれだね、傾斜が。アイアンの方がいいかな。まあでも距離欲しいな。うわ、むずい、めっちゃ斜め。私、向きがめちゃくちゃ苦手で。あー、まっすぐ構えるのがね。そう、教えてほしいです。このもっとなんかめっちゃ変な方向向いてたら、ちょっと教えてもらっていいですか？あー、いやー、ちょっとこれさ、ちょっと草が、うん、おう、うわ、うん、でもいいんです。フェアエラーからいい、いいとします。
ちょっと右に行きますか、癖的に。あるかもしれないです。そうするとその分考えて少し左に狙っとくとか。 ねそうですね。でもなんか日によって違かったりするから難しい。そりゃそうですね。なんか今日左に行くわみたいな。うん、間違いない。今日はじゃあ右、まあ、だいたい右ですね。でも右、そう今日も確かにドライバーも若干右行った気がする。そんなことないかな。ああ、じゃあ右、ドライバーが長いから一番あれだから、じゃあ今日右の日です。そうですね。でも今のとこすごい上手いですね。本当ですか。だって全然もう傾斜でさ、ね、そうウッドとか難しいのに。そう歩んでいけばよかったかなって思ったけど、大丈夫そう。これはめちゃくちゃ飛ばしたい。だってちゃんとフェアだから。確かに。これぐらい？あ、そのぐらいですね。うわ、結構向いてる気がするけど、こんなもんなんですね。おお、開いちゃった。ねえ、でもなんかいいショットじゃないですか。待って、まっすぐ行った感じ。うん、あるある。確かに。向いてやろうと思ったらまっすぐ行っちゃうみたいな。でも飛んだから。まあ。いいっすね。ゴルフはやってどのくらいなんですか？3年ぐらいです。なるほど。2年半、3年ぐらい、うん、月1回ぐらいは。あ、結構行けてる。はい、ラウンド行ったりしてて、あとはもう室内で練習みたいな。すごい感じで。最近もちょっと忙しくて練習行けてなくて、また難しいところに傾斜やばい。いやー、こんな打てないよ。今度逆だね。無理。打てない。いやマスが埋まった。本当だ。でも私バンカー出すの結構得意。マジですか？マジです。すごいっすね。はい、だけど結構顎高いな。だけどちょっと高さがあるから結構高いですね。うん、奥は、あ、奥バンカーないから、まあ、気持ちよく多分打っちゃっていいっすね。出すこと考えよう。すごいなこれ。いやでもいけます、これ。かっこいいんだけど。いった。ちょっとかっこ悪かったけど。どうよ。どこまで行ったかな。あー、さすがにあれか。行き過ぎ？あの、うん、行き過ぎ。いやヤードじゃないけど、20メートルぐらい。はい、ありがとうございます。ちょっと真ん中ぐらいから下ってるよね、これ。なるほど。8番アイアンで16ヤードぐらいやります、はい、あ、やりすぎた。あ、もうやばい、めっちゃいってる。うわうわ。ギリギリ、はい。まあでもあっちは強くって大丈夫でしょ、下りじゃないから。まあまあ今何打目？ 6？ 7？ やばいやばい。今あれ7ですね。やばすぎ。20ぐらい。パンチショットする。あ、弱いかも。弱すぎ。なんか優しかったっす。優しかったですね。ねえ、待って。うん、上り分っすね。あー、左右って感じ。惜しい。なるほど。これはもう入ります。短いからね。入んなかったです。 OK です。 OK です。 OK です。あ、やばい。これはあれ 10ぐらい。11 11って。なんでショットすげえ良かったのに。あのもうバンカーから
おかしくなった。バンカーからなんかすごいよね。11って何ですか、まあまあ、初めて聞いた。6打で乗ってバンカーも追加で5パットで11でした。でもいっぱいつくでしょ。自己紹介をしちゃいましょう、はい、ポイントを3つ、確かに早くみんなに。そうですね、自己紹介。あ、グラビアアイドルやってます。6年ぐらいやってます。で、今はアーティストハーツピラミッドって事務所に所属して活動しています。最近のお仕事だと、3月に関西コレクションに出演させていただきました。で、8月も、去年の8月もさせていただいて、前回で2回目みたいな感じで活動させていただいてます。ありがとうございます。はい、関西コレクションすごいですね。本当に。歩いたんですか。歩きました。ちょっとやだ、マジ無理マジ無理、やだよ。なんかあるんですか。いや、ないですないです。練習でも、練習とかするんでしょ。一応でも最初に出た時、8月に出た時はなんかウォーキングレッスンみたいな、はいはい、に自分で行きました。でそれ以降は全然行ってなくて、うんうんうん、でまあその時に教えてもらったことを思い出しながら、うんうんうん、っていう感じで前回は、はい、そんな感じです。いや、すごいですよね。だって関西コレクションなんかさ、最近なんかめちゃめちゃさ、インフルエンサーさんとかさ、ね、著名人の方がめちゃめちゃ出て盛り上がってますよね、はい、私も知ってる人あみたいな人とかがいっぱいいたから、結構テンション上がりました。なんかもうお客さん側としてなんかテンション上がる。あ、確かに、みたいな。なんかもう一斉にね、みんなと会えるというかね。で、なんか楽屋とかも結構近くて、周りいっぱいなんか大きい部屋でなんか区切られてたみたいな感じだったんですけど、もう名前貼ってあるじゃないですか。もうみんな知ってる方みたいな、控室の名前。あ、すごい、あ、こんな近くにいるんだみたいな感じで、結構すれ違ったりとかもしてすごかったです。なんかその一人教えてくださいよ、誰と会ったみたいな。いっぱいいますよ。なんか自分がこう会いたかったとか好きだとか、なんか尊敬してる。でもすれ違ってすごいうわーって思ったのは、やっぱ飛鳥きららさんが本当お人形さんみたいで、裏ですれ違った時にうわーみたいな、なんか人じゃないみたいな、めちゃくちゃなんか綺麗でした。感動。でも楽しみ方が違う、なんか他の出演してる方と。私はもうなんか遊びに行ってるみたいな、ファンになっちゃった、ファンみたいな感じ。あ、すごいすごいみたいな感じ。でもね、活動こう頑張ってるこう、はい、ご褒美というかね、やっててよかったみたいな感じの瞬間ですよね、はい、いや、あそこに立てるってすごいですよ。いや、本当にすごかったです。2回もしかも、いいな、ありがたいですね、本当に。そう、めちゃめちゃこうインスタとかもサービスというね、ファンのためにこうプライベートのことも載せてますよね。なんか旅行行ったとかね、はい、バチバチ旅行行った時とか、すごい綺麗なインスタで見てて面白いです。いや、でももっと載せた方がいいなとは自覚してるんです。頻度は低いなっていうのは。そうなんだ。まあでもね、ゆるっと楽しめるのもね、続いた方がいいと思うんですよ。まあ、引き続き頑張って、はい、頑張ります。ゴルフもじゃあ楽しんでって感じで、はい、はい、じゃあ自己紹介もじゃあ後でチェックしてもらって、はい、2ホール目いっちゃおうかな。はい、11番パー3、はい、7番アイアンで打ちます。124、7番。あ、届かなかったかな。いけ。ああ。なんか跳ねて、キックに恵まれなかった。溝みたいなやつに落ちた気がする。あー、でっかい。耐えですか。耐えらん。でもなんとかいけます。あ、爪折れた、爪折れた、血出てる、血出てる。それまずいじゃん。まあでも今年のこれは良かったような気が。意外といっちゃったな。あ、弱いか。やった。ちょっと負傷しましたね。負傷。大負傷。大丈夫。
え、結構ダメ。ダメ。ちょっと作戦考えましょう。これはミネールのやつです。これも M、ね、M って書いてある。これも。これはお友達のマリカちゃんがやってるブランドです。今季モデルだね。はい、多分そんな感じ。今季バイザーすげえ可愛い。可愛い。リボンもついてる。これリボン。そう、リボンついてる。これも、これセット。はい、なんか多分バイザーのセットのやつだと思います。これでもめっちゃ短い。恥ずかしい。着心地すごい良さそうだね。あ、もちもちしてます。もちもち、 もちもち、なんかふわふわ、もちもち、肌触りのいい生地です。で、僕もあの展示会に行って、ちょっとあのご挨拶させてもらって。そうなんですね。ここまで買ったの。トレーナーのやつですか。なんかね、夏用、なんかハーブと、シャカシャカと、モックネックの T シャツ、買って、そう、届くのすごい楽しい。そうですね。で、これは撮影にあたって送ってもらったやつで。ああ、なるほど。はい、もらいました、この日のために。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう爪が終わった。うん、キワキワだけど行ってみないと分かんない感じ。はい、もう爪なくなった。爪はなくなった。爪はあまりにもあれです。無理だったら行ってください。はーい。8番アイアンで行きます。はい。でも登ってます。なんかなんかここからだと登ってない。なんか右左になってるだけ。はい。わー、何で打っとっかな。8で打っとっかな。いいんじゃない。おお。おお。あー、強いかー。しっかり打ったね。はい。結構さ、ちょっと上りがショート気味だったけど。うん、入れます。ダメでした。ダメでした。しかも微妙、系がちょっと遠い。よし、ダボ。ダボ。はい、次こそはボギーを取りたい。はい、じゃあ、アイちゃん。はい、3ホール終わりまして、はい、一回、まあ、あのミッションゲームの途中経過で、はい、なんかさっきの3ホールで他に埋まったのはウェア紹介です。これ、はい、ウェア紹介。あれ、スリーパットってしなかったっけ。スリーパットしました。あ、スリーパットした。でダフリーチョロトップは、うん、自己申告制で、ああ、あれまだない。ダフリーをとかってなったら教えてください。まだないかも。そうですね。うん、はい、はい。